はい、皆さんお疲れ様です。今回はですね、フルフル人活棒という、まあ、人活棒裏技をご紹介したいと思います。で、まあ、皆さんも、まあ、結構原神をやってる方だったらこの人活棒というのはね、一度は触れたことがあると思うんですけど、ちょっとね、自由度が低いかなって思った方いませんか？僕は思ってました。はい、これ置くスペースとかいろいろなんか考えたりしなきゃいけなくて、どうやったらもう自分の理想のね、こう形を作っていけるのかなっていうのをいろいろ探してたらですね、なんと見つけました。海外の人がやっておりました、フルフル人活棒。まあ、フルフル人活棒とは勝手にくっつけた名前なんですけど、フルフルすることによって置けない場所に置けるという、まあ、ちょっと早速ご紹介したいんですけど、これはですね、例えば、まあ、こういう岩はね、こう重ねて、まあ、くっつけて、まあ、例えばこういう感じで置くこともできます。これは結構有名なやつですね。で、上にももちろんで置けます。結構この岩に関しては自由に置けるんですけど、まあ、ちょっとこれを直しといてね。はい、こういう感じで。はい、ただこういう、ですね、まあ、ちょっとここでも試してやっちゃったんですけど、そうだな、この辺ちょっと収穫しといて、ちょっとオリジナルデザインでね、やっていこうかなと。じゃあ何がいいんだろう、小さな家にしようかな。結構ね、この技を使ってからですね、人活棒がすごい面白くなっててですね、個人的には嬉しい機能です。まあ、今回のこのバージョンに限ってできるのかわからないんで、もしかしたらね、これ今後修正される可能性もあるんですけど、じゃあ、そうだな。例えば、じゃあ今回はこの家をですね、まあ、二つ、こう使って、ここに置いといて、とりあえず使うものを出しておきましょう。はい、ではね、ちょっと準備ができました。今回はここにあるこの素材を使っていきたいと思います。じゃあまずはこう移動して、こう場所をね、こうちょっと作っていくと、こんな感じでね、まあ、これを普通通りにこうくっつけます。はい、でですね、ここからがフルフル人活棒なんですけど、まあ普通はですね、まあこんなような感じで置きたい時もあるんですよ。やっぱなんかちょっとかっこよくないですか？こういう風に置けたら。ね、本当だったら、こう重ねておくことによって、まあちょっと廊下というかね、うん、ちょっとした演出になるんじゃないかなって思ってたんですけど、これ置けないんですよ。通常通りだと、この下のマスが赤になってるので、ね。これ、まあ、どうしてもこの置けない状態。まあ、ここなら置けるんですけど、まあ、やっぱ変ですよね。こうなると。ちょっと段差もありますし、ちょっとおかしなことになってるんですけども、これ、置けないのを、ここで皆さん、フルフルしてください。はい、これ、フル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 、フルフル。はい！わかりました？青になりましたよね。そうすると、なんと不思議な、なんてことでしょう。てん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 。置けるんですよ。貫通するんですよね。そう。で、まあ、こちらも、まあ、通常通りだったら、まあ、置けない。まあ、そうですよね。もちろん、この屋根も重なっちゃってますし、置けない状態なんですけど、例えば、まあ、そうですね、これちょっとこっちにやって、これもちょっとこっちに動かして、で、これをちょっと移動しまして、で、これを回転させましょうかね。回転させて、こんな感じで、ちょっと一旦これで重ねてみましょう。まあ、通常だったらこういう感じで、重ならないんですけど、またフルフル！もうフルフルします、こう。あ、そうそう、はい、戻りました。はい、フルフルしたら、まあ、このように重ねることができるんですけど、
まあ、ただそうするとちょっと、まだおかしいので、ここで、またさらにね、こう、置きたい。こう、フル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 。フルフルして、はい、こういう感じで置きまして、で、こう、こう置きまして、で、これも、まあ、ついでに、このように、置いておきます。で、あ、これ置けない。フル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 。フルフル、フルフルできない。フル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 。なんでしょうね、これ。フルとなんか、なんかあるんですかね。で、これも置けないんですが、置けないんですが、これをフルフルします。フルフルフル。フル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 すると、はい、置けるようになります。で、ここにいい感じのところですね。いい感じのところで、いい感じのところないですね。まあ、いい感じのところどこだろう。ここですか？これですかね？いい感じのところは。はい。すると見たことがないこの建物の形になるわけですよ。どうでしょうか？で、これを、まあ、ここにくっつけですよね。うんうん。いや、お美しい。お美しい限りではないですか？こういう感じにしてね。で、これはちょっと回収しまして、こういう感じでね。うんうん。で、置いて、保存します。じゃあちょっと見てみましょう。ほら。なんかちょっと、おしゃれじゃないですか？まあ、ちょっとこれはちょっとミスってますが、まあ、これちょっと廊下がありましてね。うん。こういう感じの、おしゃれな置き方。まあ、重ねておくことによって、まあ、今までできなかった置き方っていうのができるようになる。だから、これはね、すべてにおいてできます。まあ、ここもちょっと試しにやってみたんですけど、これ本来だったらこんなに近くないんですよね。こんなにくっついてなくて、まあ、このぐらいの、まあ、一人歩けるかなぐらいの、本当は隙間があります。っていうか、できます。こうなっちゃうんですよ。ただ、これも、ちゃんと、まあ、フルフル、人活棒フルフルをして、まあ、例えばこれはね、ほら、ここだと赤くなっちゃって置けないんですけど、これフル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 ってこう、青と赤を繰り返すみたいな感じですかね。こう、フル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 。ちょっとやりにくいな。あ、来た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 。青になりました。で、ほら、こうやってくっつけて、まあ、綺麗に合わせることによって、はい。どうでしょうか。さっきまでね、離れていた水畑がね。まあ、これはまあ、正直重ねることも多分できちゃうんですよ。だからまあ、ものによってちょっとバクっちゃう可能性もあるんですけど、まあ、こんなようにね、こう、綺麗にくっつけたいなっていう人には、いい技なんじゃないかなと。だからこの木なんかもそうですけど、まあ本来だったらこういう木って置けないんですよ、ここ。なのでここも、まあ木をね、例えばこう、どかします。で、もう一回くっつけようとすると、ほら、こうやって赤く、この多分床が、そうですね、この床の部分も、このちょっとアップにするんですけど、ここのスペース、まあ要はその葉っぱの部分っていうんですかね、葉っぱの部分も大きく含んだ分で、まあ、マスを取ってるんで、ちょっとでも、この、ほら、建物に、角が触っただけで赤くなっちゃうんですよね。だけど、これを、フル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 って、フル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 してると、なるかな？あれ？あれ？ちょっと待って。あれ、ならないな。フルフル、フル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 。これで。どうだ？あ、来た。何かをきっかけになんか来るんですけど、そう、こうなったらもう好きなところに、もう家の中にこう木をぶち込むこともできます。普通ありないですけどね。普
普通はありえない置き方ですけど、まあ、そうですね。こういう感じで置くこともできます。はい。家の中にね、木を生やす。斬新な。相当年月が経ったらこうなっちゃってもおかしくないぐらいの、はい、技になります。でもね、これをうまく使うことによって、まあ今回みたいにこの、まあ、くっつけて人活棒をねデザインしていくっていうことができるようになったので、そうですね、まあ皆さんなりにちょっとこれを工夫してですね、人活棒をより美しい世界に作っていってもらえたらなと思います。はい。それではね、今回はフルフル人活棒をご紹介してみました。ぜひ原神でね。まあ、それではね、原神の人活棒、フルフル人活棒をご紹介してみました。まだね、人活棒で遊んだことのない人とか、まあ、ちょっと諦めてた人は、ぜひこの機会にね、このフルフル人活棒で遊んでみてください。それでは、お疲れ様でした。ありがとうございます。